今回紹介するのは、ロジャー・フェデラーという本です。写真が多い読み応えありです。両本、雑誌などではフェデラーの写真を見ることができますが、フェデラーの写真集的なものは少なかったように思います。写真が多く読み応えがあります。フェデラーの歴史やスライスの回転量、 ラケットについてなどかなりマニアックに書かれています。興味がある方は買われて損はないと思います。来年の全豪からフェデラーが復帰するのを祈っております。楽天オープンに来てほしいですね。ドジャーがどのように成長してきたのか、幼少時からの物語が語られています。この本の特徴は数々のデータを元に客観的にフェデラーの凄さを書き表しているところです。 例えば、四大大会のポイントごとの平均走行距離が、フェデラー、ジョコビッチ、ナダル、マレーのデータと比較して掲載されていたりします。そんなデータ一つ見ても、ああ、やっぱりロジャーはすごいんだって思いますし、もちろん数々のプレイヤーからの証言も山のように掲載されています。買ってよかったです。本当に以上。興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。